ジョン・ラムズ・ボトムジョン・ラムズ・ボトムは、イギリスの近類学者である、マンチェスターで生まれた、ケンブリッジ大学のエマニュエル・カレッジを卒業し、1910年から、ロンドン自然史博物館の学芸員を務め、1950年まで、キーパー・オブ・ボタニーを務めた。第一次世界大戦中の1917年から1919 19年の間は、 連合軍が遠征したギリシャのテサロニキに最初は民間の微生物学者として後に陸軍医療隊の将校として医療行為を行い大英帝国勲章を受訓した1937年から1940年の間ロンドンリンネ協会の会長を務め1965年にリンネメダルを受賞したイギリス菌類学会では事務局を務め 長く機関誌を出版し、二度会長を務めた。1928年から1931年の間、ゲキットマイクロスコピックルクラブの会長も務めた。博物学者に関する著作もあり、1943年から1972年まで、博物学士協会の会長を務めた。ラムズブは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ジョン・ラムズ・ボトムを示すのに使われる、ロンドン自然史博物館の記事、ありがとうございます。